ライザの巣の割には片付いて。ねえ、行って。どこに行くのさ。やめろ、冗談だ冗談。なんだ。王都の恐ろしい物価を経験しちまうと。俺が島を出た時に比べて村全体が賑やかになってるように思うんだけど。だろうな。この4年の間に空剣島の知名度は随分上がっているらしいからな。おかげで島を訪れる観光客はもちろん、最近では移住を求める者も出てきているんだ。そのためこの夏の間に大規模な宿と移住者向けの共同住宅が建設されるそうじゃ。外部との接触を極端に嫌ってたこの島はね、じいさんなんか真っ先に反対しそうなのに。そうじゃな、お前の言う通り、少し前までのわしなら反対もしていただろう。だが外の人間を意識せず閉鎖的な生活をしていたこの島に対して魅力を感じてくれる者たちがいる。そんな者たちの姿を見ていると、これも悪くないと思えるようになったのじゃ。だよね。こんな田舎の、言ったら悪いけど退屈な島にわざわざ来てくれるんだもん。うん、モリッツも必要以上に島の開発をする気はないらしいからな。マジでいろいろ変わったみたいだな。ちょっと離れてただけだってのに不思議な気分だぜ。4年はちょっととは言わん。お前というやつはまったく4年の間に何が変わったのか、そのうち見てみたら。宿の工事お休みですか？資材に使っていた頑丈な木材が足りなくてな、進めようにも進められないんだ。無駄に工期を延ばしたくないのだが。ライザ、錬金術でどうにかならないか？錬金術では無理だけど、森の島に行ってみます。あそこなら木材には困らなそうだし。おお、そうか。では頼んだぞ。ここでいいの？ここでいいのか？すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。遅くまで頑張ってる。お、
ふむふむ、いいものが手に入ったよ。店のもの全店のもの全
何をお探し。ありがとうございました。こんな時間まで。欲しいのは網。これでいいな。ありがとうさん。またいつでもどう。何してるんだろうな、あの人。私たちでやってみよう。これで平気。よく来てくれたね。今あるのは。それでいいの。はい、ありがとう。今後ともよろしくね。どこに行くの。どこに行こうかな。ライザの巣の割には片付いて。言ってやめろ。冗談だ冗談。どこに行こうかな。ここがいいな。お前らといるといろんなことがあるからな。島が現れたくらいじゃもう驚かん。ライザ、島の中央の方に行ってみよう。あそこの木なら建築に使えそうな木材が取れると思うんだ。建築の勉強、今でも続けてるみたいね。わかった、行ってみよう。そこ、魔物が集まってる。みんな、敵よ。頑張ろう、クラウディア。とりゃー、頑張ろう。とどめだ、最後だ。燃えちゃいなさい。よし、一匹やっつけた。やったね、ライザ。とどめだ。熱いのをあげる。任せろ、ライザ。一匹やっつけた。連続だ。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。ライザ、助かった。
終わらせる。行くぜ。返しまんな。あたしたちの勝ちだね。問題ない。ねえ、どこに行くのさ。雨が降ってないうちにやることをやらないとね。ライザ、あれを見て。あの木なら頑丈な木材になりそうだよ。喜ぶのはいいが、あいつはどうするつもりだ。おとなしくどいてくれそうにねえぞ。決まってるじゃない。どいてくれないならどかすまでよ。敵だ、気をつけろ。はっ、いけー。はっ、やっ、終わりだ。めちゃくちゃ。任せてよ、ライザー。一匹やっつけた。はっ、くらえ。どれにしようかな。まさか。いけー。はっ、くらえ。終わりだ。熱いのをあげる。これで安心して採取できそうね。それが探してた木材なんだ。このままモリッツさんに届けるの？ううん、アトリエに持って帰って加工するよ。もう少し頑丈にしたいしね。じゃあ一度アトリエに戻ろう。ねえ、どこに行くのさ。ライザの巣の割には片付いて行って。これも何作ろうかな。どこに入れよう。何入れようかな。何入れようかな。入れる場所はどこに入れよう。いい感じじゃない。よし、行け。何作ろう。お、どこ行くんだ。なんだ。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。空間島はまだマシに見えるぜ。俺たちでやってみるか。
王都の恐ろしい物価を経験しちまうと空剣島が天国に思えてくるな。ちゃいましょうね。どこか行くのか。うん、いいね。空剣島に来るとただいまって言いたくなっちゃうんだ。これで平気だと思う。依頼完了だな。さすがはライザだ。これほど頑丈な木材を用意してしまうとはな。すぐにでも工事を再開するとしよう。これで宿も完成するはずだ。どんな宿になるんだろう。完成した頃に絶対見に来なくちゃ。でも村に。立派な宿か。どこに行くの。雰囲気が壊れないか少しだけ心配かも。とりあえず集めておくか。チヤみんな敵だよ。やってやろうぜタオ。ボス一緒に戦おう。やっこいつでどうだ。水を上げる。復活よ。終わらせる。任せてよライザー。よし今のとどめだ。任せろライザー。始めるよ。いっけー。よし一匹やっつけた。最後せでよ。これも貢献の差か。はっせい。今なら鍵が作れるかも。とどめだ。めちゃくちゃ
今なら鍵が作れるかも。せーの、くらえ。ライザ、助かった。はっ、消え。せっ、どうだ。めちゃくちゃ。いいし、よし、まだまだ強くなれるぜ。強くなっちゃったみたい。ま、この程度余裕よ。みんな、敵だよ。ボースと戦うなんて、ちょっと不思議かも。終わりだ。ライザの錬金術、期待してるぜ。いけー。ちょっと、ここは任せて。こいつはきついぜ。よっしゃ、了解。こっちのは倒したぜ。そこだ。向かってたけど、レントはさすがだね。これでおしまい。こいつはきついぜ。いい修行になったぜ。みんな、敵だよ。クラウディア、一緒にやっつけよう。行こう、ライザ。うわっ、うわっ、とどめだ。あらら、楽勝だったわ。みんな無事でよかった。えい、みんな、敵よ。クラウディア、援護は任せだ。私が援護するよ、ボス君。こいつはきついぜ。頼りに来たよ。レント、期待してるよ。試してみないか。みんな、大丈夫だった？みんな、敵よ。レント君がいれば安心だね。クラウディアの弓、期待してるぜ。くらえ。こいつはきついぜ。レント、レント、あいつの鍵が作れそうだな。試してみないか。わっ、わっ、わっ、こいつはきついぜ。どうだ、蹴散らす。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。そりゃ向かってたけど、狙い撃つ。さすがだね。あたしたちの勝ちだね。戦ってみる？チアー！みんな、敵よ。行こう、ライザー。それ、ダオ。いや、ダオとはまだ敵。こいつでどうだ。そりゃー、チビレントを期待してるよ。蹴散らす。いただきます。一匹やっつけた。力が溢れてやがるぜ。ひとつきだぜ。狙い撃つ。はっ、せい。みんな、大丈夫だった？まだまだ戦えるぜ。みんな、敵よ。行こう、ライザー。終わらせろ。そこ、こいつでどうだ。うわ、了解。レント、しびれてみるか。レント、攻防一体の技だ。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。向かってたけど、レントはさすがだね。連続だ。みんな、大丈夫だった？みんな、敵よ。ライザ、
キッチョやってやろうぜ。レントしびれてみるか。走らないでよ。了解。レントレント、ここは任せて。しびれてみるか。蹴散らす。一匹やっつけた。やったね、レント。こっちだぜ。狙い撃つ。あたしたちの勝ちだね。問題ない。これも使えるのか。敵だ、気をつけろ。クラウディア、一緒にやっつけよう。やっ、行こう、行こう。それ、そりゃあ、あらら、楽勝だったわ。この調子で行こう。港から続く道を歩いてると、初めてオートに行った時の気持ちを思い出すな。いいもの手に入るかな。ライザなら有効活用してくれるよね。集めておこう。敵だ、気をつけろ。ボースと戦うなんてちょっと不思議そう。ライザの錬金術期待してるぜ。ヒビレント期待してるよ。攻防一体の技だ。力をもらうぜ。投げるぜ。そこだ。よし、一匹やっつけた。やったな、ライザ。こいつはきついぜ。攻防一体の技だ。任せろ、ライザ。俺の経験の差か。大盤振る舞いよ。どれにしようかな。いっけ。ライザ、助かった。せーの、せっ、暗い。鍵が作れるかも。こいつでどうだ。みんな少しでも早くお前らに追いつかねえとな。敵のお出ましだ。気をつけろ。クラウディア、一緒にやっつけよう。やっ、行こう。終わりだ。貴様を斬る。燃えちゃいなさい。どうだ、こいつでどうだ。できるか。今なら鍵が作れるかも。任せろ、ライザ。ライザ、燃えちゃいなさい。あたしたちの勝ちだね。みんな、敵よ。ライザの錬金術、これをやるぜ。とどめだ。生きれるか。ちょっと不思議かも。これは冷たいよ。行くぜ、行くぜ。今の鍵が作れるよ。糸で決める。
あたしたちの勝ちだね。みんな敵よ。レント一人で走らないよ。とどめだ。ナイザー一丁やってやろうぜ。燃えちゃいなさい。今の感じで作れる。ここで決める。あたしたちの勝ちだね。さあさあ集めちゃいます。敵だ、気をつけろ。クラウディア一緒にやっつけよう。やっ、いこう。貴様を切る。燃えちゃいなさい。イランの鍵が作れるかも。くらえ、離島で決める。ライザー、助かった。行くぞ。せどうだ、貴様を切る。すまん、助かったライザー。おっとおっとおっと、くらえ、やきれが終わりだ。あたしたちの勝ちだね。すぐ釣れるといいけど。すぐ釣れるといいけど。この湖が各地の水源になっているようだな。敵のお出ましだ、気をつけろ。背中は任せたぜ、ボス。おい、レント、とどめだ。背中は任せな。燃えちゃいなさい。せっかい、今の終わりだ。差を切る。任せろ、ライザ。燃えちゃい、心配せず、俺に任せろ、ライザ。やったね、ライザ。とどめだ。貴様を切る。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。ライザ、助かった。行くぞ。二頭で決める。いけ。それ。お前らにもお裾分けだ。今なら鍵が作れるかも。任せろ、ライザ。今なら鍵が作れるかも。行くぞ。熱いのをあげる。あたしたちまだまだ強くなれそう。よし、まだまだ強くなれるぜ。強くなれたみたいだ。
みんな、敵よ。そっか、頑張ろう。どうだ、頼む。ナディア、これで終わる。おっと、熱いのをあげる。もう一度、私が作るんだよ。今のは彼女作れるかも。ナイザー、ナイザー、頼んだ。お願い、熱いのをあげるなら。一匹やっつけた。やったな、ナイザー。当てるよ。ライザー、頼んだ。あたしたちの勝ちだね。どんな素材も無駄にならないからね。
みんな敵よ。クラリア、援護は任せた。トライト、私もやばい。こいつでドール。当てるよ、もう一度。これで終わらないよ。あげる。ライザー、お願い。やっつけた。とどめだ。やったね、ライザー。任せろ、ライザー。熱いのをあげる。それ当てるよ。行くぜ、出るよ。まだまだ修行が。もう逃げやって感じだな。敵だ、気をつけろ。成長を見せてあげるよ、レンゾン。こっちやってやろうぜ、タオ。燃えちゃいなさい。当てるよ。うん、こんなもんかな。お昼。私お腹空いてきちゃったよ。敵だ、気をつけろ。クラリア、援護は任せた。くらえ。私が援護する。どうしよう。そこ、この位置なら。やっちゃった。こいつでどうだ。一匹やっつけた。ライザー、やったな、ライザー。始めるよ。いっけ。ライザー、助かった。どうだ、終わりだ。始めるよ。いっけ。当てるよ。あの位置なら今の誰が作れるの。とどめだ。そこ、もう一度。どれにしようかな。いっけ。ありがとう、ライザー。どれにしようかな。いっけー。見えた、この位置なら。どうだ、とどめだ。見えた、まだいける。今なら鍵が作れるかも。よかしよ。少しでも修行になったぜ。お前らに追いつかねえとな。これで終わりだね。それ、みんな敵よ。クラウディアの弓、期待してるぜ。くらえ。レント君が安心だね。こいつでどうだ。燃えちゃいなさい。飛べ。燃えちゃいなさい。あらら、楽勝だったわ。これでいいかな。
みんな敵よ。私が援護するよ。ボスこれおしまい。クラリアだ、援護は任せた。熱いのをあげる。くらえ、こいつでどうだ。ライザーかも。お願い任せろ、ライザー。止めてください。私の戦力だよ。終わりだ。来ねえならこっちからだ。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。うっ、レント君相変わらずだね。始めるよ。いっけー。ライザー、助かった。当てるよ、この位置なら。どうぬっ、食いしばんな。まだまだ強くなったぞ。いい修行になった。よし、まだまだ強くなれるぜ。強くなれたみたいだ。トリア、敵だ、気をつけろ。やってやろうぜ、タオ。成長を見せてあげるよ、ケンドン。見えた、めちゃくちゃ強い。やっ、ダメだ。待ってやったね、ライザー。任せろ、ライザー。この位置なら今なら鍵が作れるかも。まだまだ。見えた。来ねえならこっちからだ。チッ、まだまだ修行。は足りねえや。工芸品を鑑賞してると私もいろいろ刺激を受けるよ。別のジャンルに触れてみるのは面白いかもね。うんうん、今度絵画とかも見てみようかな。敵だ、気をつけろ。行こう、ライザ。それ、クラウディア、一緒にやっつけよう。せっ、くらえ。終わりだ。この位置なら、めちゃくちゃ高い。まあ、二つ、ライザ、お願い。どうだ、一本やりだ。私の、やったな、ライザ。どれにしようかな。大盤振る舞いよ。ライザ、助かった。どうだ、とどめだ。熱いのをあげる。浮かすよ。あたしたちの勝ちだね。そっちに何かあるのか。集まってる。みんな敵よ。私が援護するよ、ボスくん。援護は任せた。とどめだ。めちゃくちゃ相手だ。終わって。私に任せて。とどめだ。やっつけた。やったね。任せろ、ライザー。をあげる。こいつだ。力を撃つ。やった、一体倒したよ。いいよ、クラウディア。
だいける。どうだ、まだまだ鍵が作れるかも。みんなお疲れ様。みんな敵よ。ロック頑張ろう。暗い、頑張ろう。クラディア、おしまい。ナイザ、頼んだ。一匹やっつけた。任せろ、ナイザ。やったね、ナイザ。風の力を最大限に。今なら鍵が作れるかも。当てるよ、鍵を。もう一度。ダメだ。私の手で一匹やっつけた。やったね、ナイザ。いい修行になったぜ。お前らに追いつかねえとな。とりゃ。やってやろうぜ、タオ。ボス、一緒に戦おう。
で決める。今の課題が作れるかも。とどめだ。タイザー頼んだ。見えた。集めていける。どうだ、こいつでどうだ。それ任せろタイザー。いい修行になったぜ。倒せたね。みんなでやればすぐ終わるはず。俺たちにかかればこんなもんよ。石はかさばるし重たいんだよな。こういうのは俺に任せてくれ。敵のお出ましだ。気をつけろ。ナイザー頼んだ。サポートを任せて。ありがめちゃいなさい。これでどう。弾けろ。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。それくらいできて当然だぞ。ありがとう。めちゃいなさい。任せろライザ。今なら鍵が作れるかも。なんだと。めちゃいなさい。まだまだ。終わりか。今なら鍵が作れるかも。心配せず俺に任せろライザー。すまん、助かったライザー。任せろライザー。行くぞ。行くぜ。これでまだまだ一刀で決める。いい修行になったぜ。すげえ鉱山だ。これだけ豊富な採掘資源があるってのは少し。敵だ、気をつけろ。おいレント、背中は任せな。背中は任せたぜボス。それ、終わりだ。せっ、貴様を切る。ナイザー、すごいのが見れるぜ。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。それくらいできて当然だぞレント。大盤振る舞いよ。行くぞ。とどめだ。一刀で決める。熱いのをあげる。よし、お前らにもお裾分けだ。やったねライザー。始めるよ。
大盤振る舞いよ。ライザ、助かった。行くぜ。こいつでどうだ。任せろ、ライザ。手を上げる。あたしたちの勝ちだね。敵のお出ましだ。気をつけろ。ライザの錬金術期待してるぜ。とどめだ。二刀で決める。不思議かも。これは冷たいよ。これでだ。すごいのが見れるぜ。今なら鍵が作れるかも。あたしたちの勝ちだね。少しでも早くお前らに。追いつかねえとな。てよ。敵のお出ましだ。気をつけろ。ライザ、頼んだ。一緒に戦おう。やってやろうぜ。タオ。貴様を切る。寝ちゃいなさい。これでだ。弾けろ。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。こういう使い方もありだ。向かってたけど。レントはさすがだね。せっ、任せろ、ライザ。任せろ、ライザ。弾けろ。やったな、ライザ。こういう使い方もありだ。ま、こんなもんだな。敵のお出ましだ。気をつけろ。オイレント、頼んだ。背中は任せな。背中は任せたぜ。ボス。燃えちゃいなさい。これでだ。弾けろ。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。レント君、相変わらずだね。ライザ、熱いのはね。任せる。すごいのが見れるぜ。いい修行になったぜ。空気が気持ちいいね。
いい場所じゃねえか。拠点を構えるのに最適だな。この先に空き地があります。そのあたりが使えるんじゃないかと。うん、行ってみよう。旅先で私のことを知ってる人と、もうか、おい、有名人じゃん。取引先の人か。バレンツ商会もどんどん大きくなってるな。しておきたいこと他にもあったかな。僕らで手伝ってあげない？広さだね。ここなら拠点も準備できそう。みんな素材集めとか協力してもらっていい？もちろん。俺たちも使うことになるんだし、ちゃんと働くぜ。もう一度聞きますが、本気ですか？本気も本気よ。さあ、ちゃちゃっと始めちゃいましょう。材料は考えすぎかな。材料は何入れようかな。考えすぎかな。何入れようかな。入れる場所は材料は入れる場所は何入れようかな。どこに入れよう。
何入れようかな。入れる場所は、入れる場所は何入れようかな。入れる場所は何入れようかな。どこに入れよう。材料は何入れようかな。よし、行け。ライザのアトリエ、サルドニカ支店ってところかな。どんなもんよ。錬金術師って一体何者なんですか。短時間でここまで最初はそういう反応になるよね。すごいでしょって言いたいところだけど、私だけじゃできないことだよ。タオは建築学の知識でいろいろ教えてくれたり、レントとボースが力仕事をしてくれたりとか。内装はクラウディアがアイデアをくれたしね。役に立てたようでよかった。私も工芸の技術は必死に学んできましたが、これは完全に別の概念ですね。みんな試しに入ってみない。賛成。フェデリーカさんも。いいんですか。もちろん、最初のお客様だね。うん、いい感じだね。今のうちから言っておくが、あんまり散らかさないようにしろよ。なんかボスがお母さんみたいなこと言ってくる。散らかすのは事実だろ。荷物を整理して一休みしたらサルドニカに戻ろうか。フェデリーカさん、大丈夫？交渉組合の本部に向かいましょう。
はる。さすがに身長の伸びも止まったかな。言われてみれば。なんかもう昔のタオが思い出せねえよ。すごい、こんな大きい水車が。ここでの全く訳のわからん不思議な鍵だ。手伝ってやろうぜ。どこに行くの？ねえライザ、この後は外に行かないの？準備はできてるよ。え、ちょっと待ってよ、私まだ何もできてないよ。あ、そうなんだ。私はもういつでも行けるよ。ねえ、なんかクラウディアっていつもすぐ外に出られる感じだよね。いいとこのお嬢様だし、みなりだって整えるのに時間かかりそうな気がするんだけど。うん、だってライザと冒険に行くのいつだって楽しみだから。いつでも行けるようについつい。最初はそれでもちょっとは時間がかかっていたんだよ。やっぱりどうしても準備があったから。でも何度も出かけていくうちに必要なものとそうでないものがだんだん分かってきたんだ。だから今はこう見えても不要なものはほとんど身につけてないし、手慣れても来たから早くなっちゃった。そう言われてみると、今回も村にやってきた時からそうだったような。そういうことだったんだ。もうクラウディアだな。こんなに大きな鉱山があるなら、鉱石取り放題よね。必要なのは移動も多いし、
身軽な服装を選んで正解だったな。どこか行くのか？ねえボス、そういえばちょっと痩せた？ここでいいのか？ライザたちに初めて会ったのがこの森だったね。ねえライザ、ちょっと頼み事があるんだけどいいかな？どうしたのタオ、珍しいね。うん、まあね、実は釣り竿が欲しくてさ。できればすごく丈夫で壊れにくいものがいいんだけど。釣り竿？なんで急にそんなものを？それがね、今まで使ってたやつが真っ二つに折れちゃってさ。あ、そうなんだ。それで釣り竿が欲しくなったってわけね。タオはこれから釣りする予定があるの？予定があるってわけじゃないけど、ほら僕らって今までも釣りはよくしてたじゃない。島の人間なら釣りは誰もが通る道だしね。私も最近はそんなにやってないけど。僕にとっては本を読んだり考え事をしたりするのに釣りは最適なんだ。空き時間を同時に活用できるって感じがすごく得をした気分になれるんだよ。だから釣りの予定はないけど、いつでもできるように一本欲しくてさ。別に魚がよく釣れるとか大物がかかりやすいとか特別な性能はいらない。高級じゃなくていいから、とにかく丈夫であれば何でもいいんだ。そういう釣り竿を用意できないかな？なるほどね、わかった、やってみるよ。ありがとうライザ、助かるよ。